セクシーゾーン中島健人、リップモンスター、CM で、怪物、に妖艶な表情と仕草に注目、新たな自分を表現できた。人気グループ、セクシーゾーンの中島健人が、22日から放送されるグローバルメイクアップブランド、ケイト、リップモンスターの新テレビ CM、ケイトリップモンスター怪物は囚われない編に出演する。中島は、従来のルールや規制概念をイメージした、檻から逃れ、欲望を解放し自己を表現する、怪物を演じる。同ブランドは誕生以来、ノーモアルールズのスローガンのもと、ルールに縛られないメイクを提案してきた。今回の CM では、ルールや規制概念にとらわれない自分らしく生きる自由を呼び覚ましていく、をコンセプトとし、ネーミングの由来でもある、唇は欲望の怪物、というキーワードをストレートに表現している。唇をリップモンスターで彩るなど完成されたメイクで撮影現場に登場した中島。照明を抑えやや薄暗い雰囲気のスタジオにしつらえられた真っ赤な檻の美術セットに目を向けると、その妖艶な空気を感じ取ったのか、目を丸くするように驚きの表情を見せた。監督との打ち合わせで、既成概念をイメージした、檻から解放され自由を手に入れようとする、怪物を演じることを聞かされた中島はキャラクターの細かな設定までしっかり確認し、納得の表情でカメラの前へ向かう。真っ赤な檻の前でスタンバイした中島が演技のイメージを固め、右手に持ったリップモンスターでスーッと唇をなぞると、そのセクシーな仕草と表情に注目していたスタッフからどよめきが起こった。演技中のセリフがないことから撮影現場では BGM が流れ、カメラを長回しするので自由に演技してください、という指示にサムズアップのポーズで答えた中島。すると、様々なアクションや表情を組み合わせながら、欲望を解放したい怪物を熱演。監督も中島の演技を称えていた。リップモンスターを自身の唇に塗って、怪物になりきった中島の妖艶な表情、そして20代ラストイヤーに新たな自分を表現できて嬉しかった。そういう自己表現がケイトとの共通点なのかなと充実感たっぷりに語った中島の熱演に注目だ。公式ブランドサイトではメイキングムービーを同日公開。9月1日にはテレビ CM45 秒バージョンを公式ブランドサイトにて公開する。なお8月下旬より本 TVCM に関連する SNS キャンペーンや駅構内の屋外広告など、様々な発信を順次展開予定としている。中島健人、セクシーゾーン、インタビュー、ケイトの新 TVCM に起用された心境とこの企画を知った時の気持ちをお聞かせください。ケイトの CM に出演させていただけるという代役をいただけたことが本当に光栄でしたし、すごく嬉しいと思っています。自分で見たことのない自分に出会えた時間になったっていうか、もう20代ラストイヤーなんですけど、そんな年に新たな自分を表現できたことが嬉しかったです。そういう自己表現という部分がケイトとの共通点なのかなと思っているので、もっとこうなっていきたいとか、次の目標みたいなものを表現することができたので、すごく充実した時間になりました。中島さんはケイトというブランドに対して、どのようなイメージをお持ちでしょうか？かっこいい、クールだから、自分の人生の中でケイトの CM に出演するのは、ちょっと変化球だったというか、すごい球が飛んできたなって思いましたね、わら。ケイトがかっこよくてクールっていうイメージがすごく強かったので、そのイメージに釣り合うような表現ができたらいいなと思いました。リップモンスターという商品に対するイメージをお聞かせください。唇の味方っていうイメージですね。自分を表現するときにリップモンスターは自信を持てるというか、つけることで自信に満ち溢れた一日を過ごせるっていうイメージだったので、唇の一番の味方っていうイメージがありました。
リップモンスターのスティックタイプ14色、スフレマットタイプ5色の中で好きな色を教えてください。全部、個性的な名前なんですよね。僕はこれですね。スティックタイプの、視界のルビー。唇って、もともとルビー色じゃないですか？そこに、視界を添えるって、なんて素晴らしいネーミングなんだろう。同時に、自分の唇をルビーのように輝かすことができるっていうことが、この、視界のルビー、一番の強みだと思うので、まるで宝石を見ているような美しさに多くの方が見とれるんじゃないかなって感じます。中島さんはどのようなシーンでこのリップを使いたい気持ちになりますか？本当に日常的に使える気がします。でも自分の場合はステージとかコンサートがあるので、ステージ上で自分の唇をより彩ることができたらいいなって思います。中島さんが親しい方におすすめするとしたら、どの色を選びますか？リップモンスター全ラインアップを眺めながら、これかもしれないですね。これもありだな。これかな。スフレマットタイプの、枯れない桜、です。これはもう名前からロマンチックですよね。桜って、散ってしまう儚さを持ち合わせているじゃないですか？そこに、枯れない、っていうメッセージを添えるのが、リップモンスターの力強さと優しさを感じる。いいなぁ、このネーミング、自分の曲の名前にしたいぐらいですね、わら。僕がプレゼントしたいすべての方を思い浮かべたというか、男性でも女性でも彩りが薄くならないというか、一年咲き続ける桜であれ、っていう意味で、この枯れない桜をプレゼントしたら、受け取る人も満開になるんじゃないでしょうか。ごめんなさい、ちょっと言い過ぎてますね、わら。スティックタイプの憧れの日光浴もありですね。誰かがリップモンスターを使っているとき、中島さんが惹かれてしまう色はどれですか？そうだな、スティックタイプの欲望の塊、これは結構インパクトがありますね。リップで強烈な印象を残す方って、すごく魅力的だと思うので。マスクオフする時間も増えてきたので、そんな時にリップモンスターの維持力みたいなものを欲望の塊で表現していたら、より強烈な印象と魅力を感じるかもしれないですね。これ、めちゃくちゃいい色だと思います。すごく魅力的です。普段から仕事でメイクする機会が多い中島さんにとって、メイクとはどのようなものでしょうか？自分を彩るもの、だと思います。メイクすることで、出会ったことのない自分に出会えることが多いんですよ。まさに今日の撮影も、見たことのない自分に出会えたっていう発見があって、とにかく刺激的だったので、メイクをすることで、新しい自分に生まれ変われたかな、って。心の中にある檻の中に閉じ込められていたモンスターを解放できた気分になったなって思います。リップモンスターでメイクした自分の顔を見て、いい唇だなって思いました。わら。保湿を大切にしなきゃいけないシーズンだったので、この撮影までに万全な形でモンスターを迎え入れることができてよかったです。わら、中島さんが自分自身を表現する上で大切にしているポイントを教えてください。意外性みたいなものかもしれないですね。僕がリップモンスターの CM に出演させていただく意外性もそうですし、人と目が合った瞬間とかってやっぱり意外性を感じるじゃないですか？そういう意外性みたいなものをパフォーマンスだったり、自分の出ている映画とかドラマとか、随所で意識してアプローチしているかもしれないですね。ケイトのスローガン、ノーモアルールズは、ルールや規制概念にとらわれず、メイクで自由に自分らしさを表現することを意味していますが、中島さんが、とらわれたくない、と思っていることはありますか？ルールがあって、そのルールが自分には当てはまらないとか、もっと自由にいたいと思うこともあると思うんです。セクシーゾーン、というグループに所属しているから、セクシー。っていう言葉が自分の中でルールだったと思うんですけど、発するセクシーではなく、発さなくても滲み出てくるような魅力を表現することが大切だって思うようになり、新しい魅力に出会える気がするので、決まりきった言葉にとらわれず進化し続けることが自分にとって大切なんだって思います。
囚われたくない、にちなんで、解放したいと思っている、欲、があれば教えてください。食欲、ですね。これ真剣な話ですけど、CM 撮影に向けてこの1週間、かなりストイックな食生活をやっていました。朝、スムージーとか飲んじゃったり、唇の状態がどう良くなるんだろうとか、お水いっぱい飲んだりとか、この CM が終わったら、水以外の飲み物も飲もうかなって思います。リップモンスターにまつわるコンテンツを体験できる、リップモンスターワールドをこれから体験する方に向けてメッセージをお願いします。リップモンスターは一つ一つのリップに名前がついていて、その背景にちゃんと物語があることが本当に魅力的だと思っています。世界観だったり、そういう奥深いところをこのリップモンスターを持つことでより知ることができるというか、そこに自分を投影してリップ選びがより楽しくなるところが本当にいいなってワクワクしました。リップモンスターワールドはゲーム感覚ですごく楽しかったです。ラスボスはこんな城にいたんだ、とか、それぞれの色の持つ世界であったり物語が知れて、すごく面白いです。皆さんにもこの世界をぜひ冒険していただきたいです。リップモンスターの予言という占いもおすすめで、今日の気持ちを選択するとそれに合ったリップカラーを教えてくれます。普段はお気に入りのカラーを使いがちな方も、その予言に従ってカラーを選ぶと、いつもと違う自分の魅力や良さに気がつけると思います。新テレビ CM をご覧になる視聴者の皆様にメッセージをお願いします。自分自身を表現するときや新しいアイテムにチャレンジするときって、緊張とかためらいがあると思うんですが、ノーモアルールズを掲げて、ルールや枠にとらわれないことを後押ししてくれるケイトを信じて、前向きな気持ちで、メイクで自分を表現してほしいです。特にリップモンスターはたくさんの色があり、年齢や性別問わず自分の色を見つけられると思います。